こんにちは、草加スポ教チャンネルの藤掛です。草加フィットネスクラブ、草加ジョグス、ツールド草加、ヘルシーウォーキングクラブの皆さん、おかわりありませんか？今日の気分爽快楽々体操ですが、お腹の筋肉と胸の筋肉のトレーニングを紹介したいと思います。まずは胸の筋力トレーニングから行っていきましょう。プッシュアップというトレーニング方法です。腕立て伏せといった方が聞き馴染みがあるかもしれませんね。このトレーニングはフォームによって負荷のかかる筋肉が異なってきます。手のつく位置を広く取っていただくことで胸の筋肉に多くの負荷がかかります。では実際にやってみましょう。まずは床にハイハイの姿勢、手のひらは肩の真下につきます。そこから手のひら一つ分両手ともに外に広げてください。肘を曲げ伸ばしするときのポイントは、肩が前後に動かないようにゆっくりまっすぐ上下させます。では一緒に5回やってみましょう。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。次はお腹の筋力トレーニングです。まずは腹直筋のトレーニングで足上げ腹筋を行います。長座の姿勢で座ります。上半身を肘でしっかり支えます。この姿勢のままかかとを床から10センチ程度持ち上げて10秒キープします。では実際に10秒間やってみましょう。もう一つ腹筋のトレーニングを行ってみましょう。次は腹斜筋という筋肉に負荷をかけていきたいと思います。まずはフロントフリッキーの姿勢をとっていただき、片足を上げ膝を体の下へ持ってきて元の姿勢に戻ります。これを複数回繰り返してから反対の足でも同じように動かします。では実際に片足5回ずつやってみましょう。では足を変えます。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。今日は胸とお腹の筋力トレーニングを3種目行いました。すべての種目1分程度のインターバルを置いて3セット繰り返せるといいですね。
5回目になりました気分爽快楽々体操は以上です。次回からコーチが変わりますのでお楽しみに。